わけで、今現在打ち上げ、劇場打ち上げです。なんかものすごい人数がいます。うん、すごいよ。そうですね、うん、もう暑いんですよね。暑そうや。資料もやっぱ行きましょう。資料、はい、そうですね。さすがにこんだけの団体が出てはるとやっぱすごい人数。また集まってきますよ。すごい。手のひらサイズはこれ作岡本邦彦さんだったんですね。久しぶりに岡本さんらしい本ですね。そうなんや、これ見てないんですけど。演出は変えてへんってことだから役者さんで全員作ってはんのかな。あ、多分もう、うん、これ多分だいぶ前の作品ですよね、おそらく。めっちゃ回してるなって。だからちょっとやったらもう空でセリフ言える。えらいえらいですね。特にもう演出が なくてもいける。すごい、さすがや。豪華ですもんね。ねえ、出演者もね、やっぱり、うん、なんか1日だけとかね、ダクトパーティーさんも土曜1日だけとか水星マジックもね、そうやね、2回だけあるんだよね。はい、ね、いや、水星マジックのこれって、はいはい、あの定点風景の第11話ってどの話でしたっけ。一番最後の話ですよ。最後のやつか、はい、絵描きの話。一番最後、絵描きの話、ロボットの絵描きか。うん、その前があれか、飛行機乗って飛んでいくやつ。あ、話ですか。あ、そうですよ。それだけがまあ独立した話なんで、はいはいはい、うん、まあやろか言うて。あ、そう、うん、俺多分この1個前見て、うん、それが最終回と勝手に思ってた。今日は最終回なんですよ。、うん、やらしてもらう。まあまあ今日は何の出番もないと思ってたら全部やらしてもらえたから。よかったですよ。ね、俺はちゃんと大人のゾンビにしたつもりやった。2回目やしね、俺ね。そうやね、僕らゾンビ経験者です、うん、さっきも言いましたけど、去年の12月やりましたから、劇団ショーダウンというところでね。そうそうそう、ショーダウンさんでやる。だからアルバイトで言うたら僕らは経験者なんですよ。優遇なんですよ。千人や。大将ゾンビ経験あり。私人間やったから、あの時か周りがゾンビ、うん、そうやそうや、そうですね。ゾンビ未経験ですね。家族みんなゾンビやのに。そうそう、私は人間。あ、ほんまやることあってよかった。来て配信もしてくれてるしね。この日のためのショーダウンやったんだな。あ、お疲れ様です。オペアイバーやってしてるよ。面白かった。どうぞ。あ、いや自由な後で。いないよ、僕の感想どう。あ、まや、ちょっとアドシバ配信してたからさ。あ、結構見てくれてる人多いよ。あ、うん。どうも皆さんありがとうございました。北京町長の田淵です。はい、まさかの通信が。キス盛りだくさんでしたね。キス盛りだくさんでした、本当に。はい、もう身も心もズタボロです。わ、うん、かります。はい、ね、本気で落ち込みそうな。落ち込んでます、大丈夫ですか。いや楽しかったんです。楽しかったんですけど。誰かチューしてあげて。もう女の子ね、女性、うん、誰かチューしてあげて。なんかね、ニコルソンさんはね、あのオールオッケーらしいですよ。オールオッケーらしいですよ。オールオッケー、ああいう芝居のスタイルやから、もうキスでも何でもありらしいから。あ、パッて声かけて、すいません僕かわいそうなんでキスしてくださいって言ったらキスさせてもらえるんです。いやでもね、やっぱり取っときたい。うん、恋人とキスしたいじゃないですか。できれば。ね、はい、ね、できればね、風俗じゃなくて、うんうん、ニコルソンさん風俗じゃないけど。あ、うん、そうですね、うん、違うよ、うん、はい、あ、はい、すいません。田淵くんなんかはね、去年のインディペンデントのダブルワン一人芝居で、エアデートっていう寂しい一人芝居をして、はい、お客さんから頑張れという声援をいただいて、そうですね、はい、キモいっていう声援と、あの時のキスシーンは相手いなかったですね。そうですね、はい、相手いなくて、そろそろできるかなって思ったら、今回大阪に来て3人とキスをするっていう。
ごい、しかもよりによって全員男っていう ね、 ね、はい、もうまた大阪来てくださいね。やっぱり本当だよ、傷ついて帰ってね。え、じゃあ実は北京町長の、愛すべきや、東京での本公演とかの田淵君はどうなの？わー、わりかし普通な感じというか、あんまり、あ、でもね、なんだろう、怒られる役とか死ぬ役が多いですかね、僕は。どっちかっていうと、前回はなんか、そのオーシャンズカジノのロングバージョンは、僕は本当はディーラーの役だったんですよ。実際にそのディーラー用の机とかがあって、そこでブラックジャックとか、そのカードさばきを僕は披露するみたいな感じだったんですけども、まあ、他の役を今回やることになりまして、はい、そしたらチューされて、そう、そしたらなんかチューされて、はい、で、なんかさっきアドシバ出たらイマジンさんにチューされて、挙句の果てになぜかうちの主催と大塩とチューをするという、激しかった ね、 大塩君のチュー、最後のチューすごかったですね、情熱的やった、そうそう、本当もうちょっとあっさりめが良かったんですけど、凶暴やもんね、そう、そう、向こうからかこう肩をなんかガシッて掴まれて、はい、ノリノリですね、主催ノリノリね、ツイッターから頑張れという声が、ありがとうございます、ありがとうございます、頑張ります、こんなんばっかな君。いやでもレアよね、本当にね、出演してなんか良かったですとか、うん、楽しかったですとかもらえたけど、頑張れ前回の一人芝居でもね、客席から頑張れそうですね、キモい頑張れ、キモい頑張れ、引いた笑いが聞こえるというか、そう、悲鳴というか、もうなんかもだえた感じというかね、大阪でどんどん励まされているっていう、そう、まあまあでも東京の方ではね、なんか今ディーラーとかやってあったとか、かっこいいこともちょっとやってるからね、もう大阪でのイメージは残念ながら固まっちゃったけど、そうですね、そうですね、あの、そう、今回のその芝居の東京バージョンでは結構僕はかっこいい役をやってます、まるで言い訳のようにあなたは、うん、今日キスしてたあの人がかっこいいところは DVD でご覧いただけます、そうですね、はい、もしくはあのほら、あの劇場のロビーで販売されている台本で、まずはセリフだけでも追いかけて、そうですね、何役を、はい、ハンダというディーラーの役を東京公演ではやってたんですけども、はい、大阪では大黒というね、なんというかゼネコンの人をね、はい、すみません、言い慣れない言葉で噛んでしまいます、すみません、はい、DVD を買い上げください、はい、ぜひぜひ、はい、売ってるんですか、はい、DVD 売ってるんですか、 DVD 売ってます、早っ、はい、あの今回に合わせてもう急ピッチでちょっとお願いして、東京公演の、はい、なんかすごい売れてるみたいで、おー、はい、ちょっとさっきも昼の会が、うん、結構、うん、かなり他の団体よりぶっちぎって売れたみたいな、何それ何それ、ちょっと喧嘩か、はい、ごめんなさい、手のひらサイズだと呼んでくるか、あ、ごめんなさい、ぶっちぎりらしいよ、手前行ってもったら大塩さんを呼んだらいい、ちょっと言葉間違えましたね。いいですね。あのね、一般コーナー結構楽しかったですね。ね、いろんなところがあってすごい、あれ楽しいですね。ちゃんと製本してるんですよ、オーシャンズカジノさんは。あ、すごい綺麗かった、すごい綺麗かった。そう、いやでも今回からであれ、前回とか、まあ、製本はしてるんですけども、劇団員が手作りの製本みたいな感じで。あれ手作りなんですか。あ、前までは、今回はなんか業者さんに頼んで、ね、はい、そうそう、ね、若干あの見た目というか想定とかすごい綺麗で、若干あの薄い本みたいな感じで、同人誌ね、同人誌的な、でもあれは羨ましいです ね、 ね、でだからぜひあのそういうね、あの BL ファンの方とかね、そういう目で見ながら買っていただけると、あ、ありがたいですね、本当に、ね、あ、ありがとうございます。おー、
ございます。よかったね。すごい。羨ましい、羨ましい。町長が大人気でした。お前は傷ついた甲斐があったね。いやでも、もうその逆に失ったらあかんと思う。一つの、だってそれで多分お金稼げると思う。それで失ったらあかんと思う。一つの個性だもん。やだ。わかりますかね、女性の方わかりますかね、あの、あ、なんですかね、一生水飲むなら植えてくるもんなんですよ。一生飯食うなとかね。うん、辛いですよね。辛いですね。いやでも僕は花さんを支持します。まあだから人生を犠牲にして家のためにそのまま失わずに突き進むか、欲望のままにっていうか。逆に失った田淵さんも見てみたい。あどう化けるのか。あめっちゃ渋い男になってたりしたらいいし、ありふれた人になりそうな気するな。なんかもうやっぱダメだダメだ、捨てちゃダメだよ。早く捨てたい。あのまあいいか、うん、すごいニヒルな男。いやでも別に顔不細工じゃないし、友達すごい2枚目やし、そうよく言われるんですけどね。喋るなって言われるタイプでしょ。あ、そうです。喋んなきゃいい男なのになって、そう彼女とかすぐできそうなのにねってよく言われるんですけど、本当今までできたことがなくて、はい。じゃ あのエアデートは結構マジネタっぽい感じ。あんなことはしないでしょうけど。そあんなことはしないけども、まあでも大体基本的な設定は踏襲して、はい。それでキモいって言われたら辛いっすね。イマジン君に聞いてきて、でもイマジン君結構言ってると思う。イマジンさんね、どうしてないですか僕に。モテたいんです。最悪ですね。でも最悪捨てたいんです。一回捨てたいんです。いいと思う。大丈夫ですか、この優勝。めっちゃ奇怪な優勝。男性、前田君っていう方がいらっしゃる。あ、モテる。もうそんなモテますよ。ねえ。あ、トクロスト。僕が面白かったのか、一人芝居の時って、一応ほら、北京町長さんは何年後かの未来の日本でしたって。ああ、はい、そうですね、近未来のシミュレーションみたいなことをよくやってますね。それのエンターテインメントみたいな。で、エアデートの時はさ、はい、それはもうなかった。そうですね、全くないですね。もう完全に番外というか、うん、うん、でも、はい、あれはある意味未来のシミュレーションやねんね。ああ、そう、あ、なるほど。作品としてもずれてないんじゃないの。あ、なるほど、うん、確かに。だから北京城さんは本当ブレてないなっていうか、あ、ね、お城さんの使い方は上手だなって。あ、喜んでいくのもないかもしれんけど。うんうんうん。いや、うん、ねまあ、でもその受けたことに対してはやっぱり嬉しい。え、いや嬉しいですよ、うん、それはシーンとなってるよりかは全然、うん、むしろありがたいです。いやー多分ね、エアデートやっててシーンとなってたら多分ね、ちょっとセリフ飛ぶと思うんですよね。自分で早めちゃうかもしれない。うん、そうそうそう、やっぱ笑ってくれてな、目に乗るみたいな。そのためなら傷ついても構わない。いや、ちょっとユーストリーム見てらっしゃるお客さんで、どなたか田淵君と話したい女性の方いらっしゃったら、ツイートしていただけたら。そうですね、ここら辺に、ね、流れますんで、ダイレクトメールいただけたら、ちょっとお話を、ね、よかったら中でも。ね、このままじゃ彼はお金の力を使わなきゃいけなくなるので、ねね、ちょっとね、本当、そうね、いろんな方がね、こう田淵君なら、田淵なら
奢ってやるよみたいな感じで言ってくれてるんですけど、ちょっとね、最初はやっぱりそうですね、大事な愛する人と、そう、愛する人と、うん、でもね、愛する人にその、そう初めてで、なんか幻滅されたりとかしたら、それはそれでなんかちょっとどこの年で、っていうのはありますよね。あー、なるほど。今いくつでしたっけ？今27です。27か、はい。あー、そうか。白井くん、今いくつでしたっけ？僕30です。あ、30ね、そう、最初ためぐらいかなと思ったんですけど、はい、僕はもう、ね、今年31ですか、はい、あー、そうですか、はい、まあまあ、あと3、陽性になるまであと3年。そうですね、3、まあ今年28、あ、まあ 3年か、うん、3年、2年、うん、あの、まあ、あの話なんかあったんですよね、30になったら童貞は陽性になる、なんか陽性になるっていうね。そう、なんか陽性だか魔法使いだかね、そう、なんかいろいろ諸説あるんですけど、まあ陽性になるってことでやってました。で、前回はね、あれ、これ言っていいんですかね、なんか最後ね、はい、あのそりゃそうだよ、うん、あの、いいと思いますよ、言っても。ああ、言っても大丈夫ですか、はい、で、最後で、デートが終わって、はい、で、なんかまあ、結論から言えば、はい、うん、そう、最後陽性になるっていうところでそう、なんかね、そう、彼女、想定上の彼女となんか、やっぱり仲直りして、結ばれて安定して、明転したら陽性になってるっていう、ね、一瞬だけ見えるんですよね。そうそうそう、陽性になったあなたがね。そう、陽性になった僕が見えて安定みたいな。そうそうそう、とても切ないラストですよね。そうですね、あの時ちょっと笑ってたもんね。あ、僕ですか。まあね、笑うでしょう、わかんないけど、うん、あ、だから、心から笑ってる顔を多分見たことないんですよ。あー、なるほど、うん、ありますか、心から笑ってることは。あ、でも今回リンクス見てて、はい、多分心から笑ったんじゃないかなっていう。よかった、はい、多分今回あの関西の方で、なんかどっか、あ、こういう表現あるんだとか、なんか一番じゃないけど、うん、なんか新しい発見みたいなのができたところありますか？あー、そう、いい質問しますね、いい質問しますが、僕はそれにいい答え方できるかどうか、はい、あ、でもね、はい、あ、でもね、いや、ごめんなさい、東京の方の劇団なんですけど、梅坊がね、やっぱね、はい、すごいですね。ダンスで20分でキレキレの、ね、ダンスをね、で、今度本公演やるとかで、それはなんかね、1時間30分ぐらいやるんですかね。よくあんなハードなダンスをかっこよくっていうかね、イケメンですね、みんなね。いや、まあまあ、それもあるけど、うん、でもやっぱり頑張ってるから輝いてるんですよ。あ、まあね、ダンススキルを、そこで卑下しちゃダメ、はい。でも気になる人はですね、いや、ちょっと気になる人はまあいるんですが、ちょっと好きかどうかはよくわからない。自分の感情が、うん、感情、なんか今までの好きとはちょっと違うかもしれない、うん、ちょっと、うん、ちょっとごめんなさい、詳しくは内緒でごめんなさい。は向こうであまり見たことはなかった。いや、見たことはあるんですけども、あんまり名が知られてないというか、うん、だからもっとうまいことやれば絶対全国区になれるぐらいの、うんうん、クオリティだと思うんですが、僕ね、ダンスは、ま、何個も見たことある、一応あるんですけども、うんうん、すごいなっていつも思うんですけど、うん、ダンスで泣いたの初めて。あ、ストーリーが来にくいですね、うん、本当に。そうそう、うん、で、イマジンさんがかっこいいですね、あそこでね、うん、あ、ありがとうございます。あ、そう、あとね、でもね、うん、なんだろうな、他の劇団さんだと、はい、ステージタイガーさん、はい、俺、てっきりなんか面白いだけの劇団なのかなと思ったんですけど、うん、なんかすごい泣けて、はい、泣けて、みんな筋肉がすごい、うん、ね、
なんだろうこの新感覚みたいな。あもうね、トラブルゴーさんはね、うん、いろんなところで作品も書いて演出もしてらっしゃる方でね、うん、ずっとこんばんはー、はい、ステージタイガーさん、そう、まさしく今ステージタイガーがマジですごい言ってた話を、いや、とんでもないですよ、リンク手でやって橋で済まさないいやいやね、童貞キャラを童貞キャラ、あ、僕も本番中童貞キャラっていうか僕、ああそうなんですね。ちょっとなんかモテる方は連れてきましょうかね。ごめんな。あいや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 。どうしたい。梅坊を連れてきたりとか。梅坊全員連れてた。梅坊。梅坊ね、みんなかっこいいですよね。梅坊の梅坊はだいぶな言っとるな。あ、すいません。ほんまみたいに広がりますよ。ほんまかーみたいな。そうね。ほんまに、あ、やめとこ。イエーイ。お疲れ様です。ラーメンの向こうの人もお酒飲みましょう。みんなで酒税を納めようぜ。どうぞどうぞ。いいんじゃないですか、もう恋愛相談。いいですね、いいですね。ちょっと、綺麗どころ、綺麗どころ、田淵くん。田淵くんの恋愛相談を。じゃあ、ちょっと椅子とかありますね。ぜひ、向き合ってください。はい。あ、椅子を何かに。あ、マジか。女性を紹介しようのタイプ。あ、違います、違います。田淵くんの思いを聞こうのコーナー。今いるんですか？いや、ちょっともうね、その話題ちょっと心折れちょっとね、世界中に配信しますから大丈夫ですか？ちょっとさっきもうズタボロになったばっかりでちょっとね、今見てはる人わからないかも、あ、もう言いましたこれ、さっき田淵くんは今日の公演で自分とこの公演プラスおまけのアドシバで計3回男性とチューしてます。いや、ファーストではないです。もうだなんか男性とばっかり縁があるみたいで、男性遍歴が結構多いです。あ、いやいや、うん、全然女性が好きなんですけども、うん、あのフェイスブックの恋愛対象は女性です。そうです。のにもう男性とは多分10人以上とキスしてるんじゃないかな。10人経験人数10人以上です。まあまあ、まあ、僕らはまだまだ及びませんよ。すみません、チェス、チェス、でも女性とは今まで一度もキスしたことがない。今日舞台上でいた時、若干もう涙ぐむ空気が出てきましたよ。みんなで慰めにかかってたよ。あれすごいな、他で見れん空気やなと思って、ね、ネタなんかな、どうなんかなっていうのがすごい、ネタで言ってはるんかなって思って、ちょっとでも確かめるのも失礼かなみたいな感じで、ちょっとそんな感じだったんです。マジでマジなの？マジでマジです。ガチでガチです。ガチでガチ。はい。本当に全然食が進んでいない。あ、すみません。ちょっと、ね、ありがとうございます。ここはやっぱり童貞キャラとして半数以上の童貞キャラを演じてこられる。そうなんです。僕前の劇団特攻部隊爆弾から今のステージタイガーまで結構な数の童貞キャラをやってきているんです。リアル童貞の方もいらっしゃいました。昔、そう、うちの劇団にいたんです。うちの劇団にもスターがいて、松江田匠君っていうのがいたんですけど、彼も本当の童貞スターとして頑張ってました。そうですよね、本当に。いや、彼だって綺麗な体のまま風俗誌に乗ったことがあるんです。え、なんで？僕の連れが風俗誌の編集長をやってて、同級生がで、ちょっとモデルを紹介してくれって言われて、あの風俗嬢がレースクイーンの格好するから、そのカメラ広報が必要なんだってすごい言われて、僕嫌やったから、松田君カメラ趣味やしやってみるっつったら、おもろそうやんって言うから。でもその撮影が終わった後で若干心がくじけたんが、ちょっと本名ごめんっつって、なんか別に一応公募で他に来てた人たちは顔も NG でモザイク入ってたけど、松枝くん、いや俺せっかく出れんから顔はいい。ただちょっと実名は
まあね、劇団のチラシにも名前載ってますから。で、松枝っていう、匠っていう名前やったんですけど、そこちょっと伏せて、梅枝匠って全然変わってない松竹前で大ブランク下がったから素敵、素敵、素敵。そう、容易に本名が想像つくところが果たしたそうですね。いや、彼当時まだ綺麗な体やったんですけどね、うん、そのカメラマンの編集のところの紹介ところで、彼はなんかアルバイターですけども、月の収入の半分以上風俗につぎ込む風俗バカっていう風に、あ、もう嘘書かれて書かれてたんですけど、あ、かけむさん、はい、よかったら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 、はい、あ、ちょっとマジごめん特殊ダンスで、あ、そうなんです、そうなんです、どうぞどうぞ、普通によかったらよかったら、いや、ちょっとすみません、なんかどんどん趣旨から離れていってるんですけどね、なんか、あ、全然大丈夫、あ、かけむさん、はい、お疲れ様でした、東京からあるわ、ありがとうございます。今、田淵くんの恋愛相談コーナー、あ、マジっすか、マジでちょっとね、シェイプスは劇場家という団体の柿の木と言います。そうです、削減されてます、イエーイ、今回お客さんでーす。恋愛相談、はい、彼女ができない、何年彼女いないんですか。27年、27年か、はい、年齢イコール、え、微妙に実は28歳で1歳の時彼女いたのだけいやー残念ながら、えー、AI っすか、気持ちいい、はい、やつらね、結構モテてて今ですよね、なんかモテかしてもうちのやつらモテそうなんだけど、なんかデビューが遅かったみたいな、多かったの、遅咲き、遅咲き多かった、今、謳歌してる、今はね、この前もうち劇団に結婚してですよね、僕たまたまこの間東京行った時にね、そうここにあるか分かんないです、あのそいつのパーティーをやってたら、タニアさんがたまたま東京来てて乱入してくれて、この間北京町長見させてもらいに行ってですね、その後、なんか連れて行かれて、あ、そうなんです、そう、うちの劇団員の結婚式エコーダーまで行きました、膝さんの、いやいやいや、脱線するんですけど、ね、はい、いや、全然してくださって大丈夫、もう、田淵くんのパーティーの時も僕乱入するよ、結婚パーティーの時は、あ、ありがとうございます、まあ、あるといいですね好きなタイプとか、あ、そういう聞いてくる、大事大事大事、好きなタイプ、好きなタイプ、なんか芸能人でこの人が好きみたいな、こういう感じ、芸能人だと堀北真希さん、あー、めっちゃ面食いやでもね、芸能人だとって言ったら大体面食いです。じゃあアニメキャラだとアニメキャラ、アニメキャラだとちょっとまた違うかもしれないんですが、わかめちゃん、いや、ドリコンやん、犯罪、マニアック、アニメキャラだと綾波レイガス、あー、あー、そ、それはね、モテないよ今全員一やったら半分病気やわやめて、傷つけないで彼を、あのね、それモテたとしても実らないですよ、あー、綾波レイガス、相手に対してすごいよ、だって理想が高すぎるもん、あ、そうなの、確かにね、森田真希も綾波レイも理想高すぎるでしょ、そこらにおる女子は絶対なんやとってなるでもね、俺の経験から言うと、はい、落とせなそうな女の子が絶対落ちる、ん、あ、あのね、落とせなそうな女って誰も口説かないんだよ、他の男、そうそう、あ、穴場なんですよ、絶対彼女おるわ、絶対彼氏おるわ、すげえ可愛いとかの方が絶対落ちる、なるほど、行ってみよう、目に火がついた、でも本当に好きになんないとダメだけど、もちろん、あ、はいはい、そりゃそうです、なるほど、豆さがポイント、豆、え、わかんない、豆にメールするとかそういう豆、そう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 、あその前の段階の話なんじゃないですか、まず出会ってないからね、まだねなんかさ、でも僕ね、あれなのが俳優さんで、女優さんも男優さんもなんだけど、共演してて、例えば夫婦役とか恋愛する役とかってあるじゃん、
でたまに本当に好きになるやつってやっぱいますね。で半々なのね、結構あのそういうタイプもいるし、ドライな舞台上だけのもいたりとか、あ面白いなって本当に好きになるタイプもいたりし、私殴り合った方が芽生えそうな気がしますけどね。えちょっとジャンプすぎやろ君ハードル愛情じゃなくて友情じゃないの。いやおめえ強えな、おめえもなでしょ。違う違う、お芝居でね、お芝居で殴り合うぐらいこうなんていうか激しくぶつかり合う芝居をやると、そこには信頼関係が必要になってくるから、普段からこうしっかりがっつりやらないといけないじゃないですか。だから芽生えるのはあると思う。なるほど、ね、ただ夫婦役とかをやってしまうと、その舞台の上ではなんか他人に見えるんですよ。完全に舞台に立っちゃったりとか、役が入ると違う人として見てるから、後でふっと見た時に違う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 、だから谷谷君もよくやってるんですけど、谷谷君師匠って見てないんで、あもう役として見てる、役としてしか見てない。やっぱありますもんね。やってますやってます。そっか、田淵君はどうなの、その共演者とかでないの、そういうちょっと好きになるとか。ちょっとそれはちょっと見えないのか。いや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 、じゃあ今回のせっかくだからリンクスで、あいい子いたかっていう、あの好きになったとかじゃなくて、はい、誰がいいかいいなって、ブラックタイツの何で押すの、何で押すの、呼ぼうよ、いるいるいる、帰ったんじゃない、帰ったんかな、チームビジネスライクは帰ったかな。誰だろう。いや、かわいい、かわいいなってことは何人か。あ、いや名前わからない、僕連れてきますよ、頑張ります。いや、任せてます。いや、でもパッと浮かばない、誰だろう。この時点で小野アスカじゃなかったっていうことが分かる。怒ってるもん。そう、なんでちゃうねん、なんじゃうね、私一番美人やないかって。今めっちゃ おっちゃんの気持ちでおった。おっちゃんだ。どの子や、どの子や。一緒に探そうかみたいな。一回ちょっと回ってきて、連れてきてくれてる。なんか、なんかこの出演のファンを見てやね、このなんか、なるほどザワールド、恋人選びみたいな感じやったりしたもんな。写真ないですね。写真ないな。写真あれば。団体見て。何役とか分かるよ。そうそう。熱いユーストですね。はい、なんかユースト。今あの、ああ、ああ、ありがとうございます。ああ、ね、それね、なんかね、ごめんなさい、そんな趣味で。大学生の時にモテないので悩んでる友達がいたの。はい。どうにかしてやろうと思って、俺らそいつのでっかいパネルを 1m×1m の写真でかっを5枚作って西武球場に行ったんですよ。外野席でそいつのをずっとこうやってやってて、誰やで、たまたまホームラン打ったんですよ、近鉄の選手で、そいつが一応全国放送でわーただ俺らの自己満足なんですよ。それでモテたんだ、ね、おもろかったね、めっちゃ面白かった、やってる本人ということで、甲子園でじゃあ田淵くんの一面の写真をみんなで、あ遠距離遠距離ずっと探してるよ。そうですね、どれどの人だろう、結構気が多いんじゃないの、あかもしれない、この子もいいな、この子もいいなって、それはね、あるかもしれないです。わかるわかる、あるある、みんなね、いいもんね、いい人だもんね、そう、いい人、人間性の問題じゃないですか。大事よ、人間性は。人間性ですよ。あのさ、男子ってことじゃない、はい、ではない、男子ではないです、本当に男子ならいるんだ、その辺お子さん、有名な本当に女子が好きです、はい、推しが弱いだけだと思いますよ、はい、振られるとかちょっと嫌われるのを怖がってるんじゃないですか。僕ね、あの人好きなんですよ、一ノ瀬さん、リエ君です、バグダッドカフェの今ね、リエ君、あの、はい、田淵君の恋愛相談コーナーですよ、童貞の、そうただ僕ね、キャラの、童貞キャラの1967さんのブログ読んでて、バグダッドカフェのブログを読んでて、はいはいはい、出てらっしゃいましたね、男子っていうのを読んでて、それを読んでたら、この人いいなと思って、それは一ノ瀬さんで、昨日も飲み会で、もう告白しました、セクハラしまくりですよ、やりまくりですな、もうええよ、餃
肩ぶつけました。何したんですか。せっせくハラちゃんはただの嫌がらせや。一瞬ぐらい知ってます。せっかどうか分からんけど、ハラスメントであったな。個人的な満足感はすごい。とかじゃないですか。え、どの劇団がよかった。あー、でもなんか、うん、え、きよみちゃん、パオパオシカちゃん、シカちゃんとかシカちゃん、でもきよみちゃんが木下ちゃん、木下ちゃん、木下智子さん、白い帽子かぶって男の子やって男の子今日してたんが、あー、はいはいはい、お母さんの子、お母さん、あー、お母さん良かったですね、きよみちゃんね。あれ、お母さんって歌ってたね。あー、はい、あ、死んだパンダね。いいでしょ。はい、いや、もうすごい、やっぱね、みんな魅力的やわな。梅坊にはいない。男やもんね、もうね。バンタムも姫さんとか昨日セクシーやったね。ああ、今回全体的には前のとこだったより男の方が多くないですか。ああ、でもビンクスで。前女の子だけの出演者の団体とかも。ああ。特に石田さんわざと選んでると思ってたの。女の子だけの出演者のところを、なんか今日石田さんあるんですよ、ブラックタイツと集合写真撮ってる時めっちゃ嬉しそうでしたよ。あれもプロデューサー権限でんな。俺でもシロットソンとかじゃないですかそれ。ああ、それでもなんか親子関係やからあんまり。じゃあそれなんかもう成長のとことか、あ、2対2の、ああ、有本さんと、あ、今回じゃなくて、ゼロ人とか、8ブラスで、8ゲームことは、あ、はいはいはい、あ、この前もババロウさんの、あ、そうです、そうです、そうです、あの、はーってやつ、めっちゃ良かったですね。ちょっと、実際に話してみないとなと思って。ちなみにね、めっちゃ可愛い子いて、大阪に、はい、今、ババロワーズって劇団をお話ししたんだけど、あ、なんか前回、ミックス拝見して、ね、新しく入った人が、オセちゃんっていう。おお、オセちゃん可愛い、可愛い、可愛い。僕、人生見た中で一番可愛いかもしれない。マジか、可愛い、すげー。僕は、アイドルさんともお仕事やってんだけど、オセちゃん一番だね。わー、すごい。ババロワーズ皆さん見に来てください。大瀬ちゃんはアイドル衣装です。すごいアイドル衣装、泉月が僕桃色クローバーとかとも仕事したんですよ。マジっすか、すげえ。演出やってはって、演出を桃黒より上っすね。マジっすか。桃黒より八村、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 ババロワーズ、ババロワーズ、高瀬さん最悪っすけど。おっさんっす、おっさんっす。僕らの劇団が劇場がつんですけど、大阪でお芝居やらせてもらって、特賞に出てもらったんですよ、高瀬さんに。わけわかんないんですけど、パンツで出てきて、パンツ一丁で出てきたんですよ。何やってるんですかって大好きなんです。社会的地位もあるのに、あんな捨て身の素敵な方ですよ。決まったか、田淵くん。え、僕、あ、でもダクトパーティー、あ、ダクトパーティーか、ダクトパーティー、ね、ダクトパーティーね、僕しかいないんです。お前はダクトパーティー紹介できますよ。ご紹介しましょう。ご紹介しますよ。ダクトパーティーの立花雄介さんです。あ、ダクトパーティーの人ではないんですプラスの人です。ダクトパーティープラスの人。どれどれどれ、どの子。いやー、ちょっとわかんないですね、名前。名前でわからへんな。毛長かった子、で長くて多分ウェーブかかってたような、あ、スタイル良かったような、どれが、あの、あ、これ、あ、でもなんかダクトパーティーなんか2人ぐらいなんかすごいタイプというか、なんか上げてた下げてた、上げてたと思う、おでこで出た、多分上げてた、編み込んでた、ウェーブがかかってたような、うん、いやちょっとノブかな。で、もう一人は多分下げてたと思う。上がってんの、下がってんの、黒髪で。あ、そっかそっかそっか、ダンサー好きか。よっしゃよっしゃ。あ、でもね、ダンサーはね、なんかね、可愛く見えちゃうの。うん、わかるわかる、うん、ね、いや、でもね、結構可愛い子揃いでしたよ。そうですね、長井くんが好みなんだろうな。もうあいつだってオーディション組ですもん、みんな女の子。そうなんすね。うちオーディションしてもむさ苦しい男しかけんねやろな。自分どこどこのプロテイン飲んでますしか来ねえんだろうな。憧れてましたみたいな。まさにそういうのはね、秋葉原さんが
そうなんですよ、最近男子若いのがね入ってきたのは結構、うん、そういう男臭い子が、うん、結構でもうち新人みんな男前なんですよね、そうやけどなぜうちにみたいな貴公子たちが集まってどっちかっていうとシュッとしたね、そう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 そね、あ、そう、うん、なんか今日もサリング班に言われたんですけど、会うたびに残念になっていくって言われました。どんどんマッチョになってるから、それは細マッチョぐらいがいいんですね。細マッチョぐらいがいいんですね。そこはもう超えちゃいましたからね。普通のマッチョですか。最初 T シャツの袖がきつくなって完璧じゃないですか。ここちょっとね、ここ超えるとちょっとサイズ1個変えなあかんのかな。自分の出来だと思って T シャツやん。いや僕でも背高くないから M サイズを着てるんです。はい、あ、そっかそっか。これ L サイズってここのサイズ変わんのかどうかちょっとよく知らないんですよね。なるほど。もうここ切って通すとアームホールのサイズってあんま表記されないですよね。そうです、ね、多分ね変わると思うんです。変わりますかね、多分、うん、はい、さすがに。なんかだからかな、すごいあのマッチョな人たちってタンクトップ着てるのはそのせいなんかなって。あ、いや、なんかでもようやく分かったんですよ、その T シャツのこのアームホールのきつさってちょっとストレス感じるんですよね。あ、イラッとしそうですね。なんか触れてるなっていうのが、うんうん、そう、あのタンクトップは実は必需品じゃないか、必要性があるんや。別に見せたいとかじゃなくて、タンクトップ着たいと思わない。いや、なんか恥ずかしいじゃないですか。いや、僕言うても本職の人に比べたらそんな筋肉ないし、そんなつけたくないんです。本職の人はね、そうそうそう、そジムとかでトレーニングするから本職ばっかりいるじゃないですか。はいはいはい、そうなると何クソと思って鍛えちゃうけど、帰りのロッカールームで、あ、違う、俺こっちじゃないはずって思う。あ、今日もやりすぎた。そう。で、みんなに質問されるからついつい相談乗ってトレーニングこうやった方がいいよとか、あ、飲むならこのタイミングだよねとか言うと、どこ目指してるんですかって言われるんですけど、あ、やっぱ俺間違ってるな。演技相談とか受けたのね。全然来ないっす。僕演技相談しにくいっすかね。どうっすか。いや、もうこんな名優さんにはね、もう言われても、あの、できてはるわ。演技そうだったね。ね、うん、そう、すごい、本当、今日初めてちょっと、はい、なんとか見れたんですけど。ありがとうございます。いや、もうね、プログラム上、直前直後なんですよ。もう北京町さんもさんあって、うちなんで、ほんまに頑張って勝たししないと、うちなんか見れないんですけど、すごい頑張って勝たしてるんですよ、ね。そう、最後というか途中で札束をばらまいて舞台上に札束が散らばってて、それを MC さんが話してる時に片付けてそれを片付けて楽屋まで持ってって、でなんとかまた回って、もうね、片したやつなんかもうそれ置いといたやつ片してるんですよ。めっちゃお父さんめっちゃええ人。もう僕それ知ってるから、今日ロビー出た時に北京長城さんの DVD めっちゃ宣伝しておきました。1枚お買い上げいただきましたよ。どこの劇団の DVD が一番おもろい言われて、北京長城っすね。ありがとうございます。で在庫あったんですけど、たまたま2枚しか残ってなかったから、あと2枚っつって、今のうちだと。うっかり騙されたお客さんがお買い上げなさいました。騙されたとか言われた。ああ、そうだったんですか。騙された。ありがとうございます。で、そろそろ誰がいいかな。あ、いや、でもね、はい、いや、ダクトパーティーさん2名ほど綺麗な方が、はい、今ないないんすよ、多分ね。ごめんな、ちょっと妥協してもうて。あ、いや、ダクトパーティーはなしで。はい、なしで。第2希望で、はい、ゼットンもいないんでんな、そのしで。ああ、おパンもやったら最悪呼んできます。ああ、なるほど。
でもまだ見れてないんですよね、ワンポン創造者は。あー、いいっすよ。おのやつです、めちゃめちゃ面白いです。見たいやめちゃめちゃ面白いです。今一切すごいおい。やっぱりその、なんでしょう、下ネタなんですか。いやいやいや、あるけど、下ネタとかね、必然のある、パパスーツ、必然性のある下ネタ。あ、ねー、また男前なんすわ、勇士の村。かっこいいわ。僕もあれぐらい性やったらな。性だけちゃうと思うよ。足りんもんが多すぎる。まずおパンポンスーツを手に入れて、あれ切れたらまずあれはやりたくないです。似たような格好してますやん。水着、共演水着は。なるほど。でも野村君に一回めっちゃ真剣に相談したことがあります。ボディービルの芝居をした時に、野村君いつもあんな格好してるから、どこまで下の毛を剃っているのかという相談を、気になりますね、真面目にメールで相談したことがある。野村君ちょっと相談したことあんねんけどいいみたいなこと言ったら、いいっすよ、なんでもいいっすよって言ってめっちゃいいわとかね。言いにくいねんけど、いつもあんな服着てるやんか、処理どうしてんのっつったら、センゾリっす。男らしい、男らしい、男らしい、つるつるなんや。それを受けて、2年前は僕、全剃りましたね。チクチクするって言うてたね。まあ、それ以前に僕、ケツを火傷して、それどころじゃなかったんですね。なんで？日焼けマシーンって履いたことあります？はい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 。あのね、僕のお尻は、生まれて30運年間、どうやら紫外線浴びたことがなかったんです。残念ながら、僕のお尻は生まれてこの方、過保護やったんですよ。別に甘かったわけですね。いい子いい子しよったんですね。日焼けマシンが入ったことがなくて、どこまで隠して入ったもんなのか、もしね、その大事な部分とかさらしたらえらいことになるんちゃうかなって察しはつくじゃないですか。毛も剃っちゃったし。で、まあお尻は分かれへんけど、その衣装のラインとかも分かれへんから、とりあえずそう脱がずにものすごい食い込ました、なんかもう言ったらあれですよ、ふんどしスタイルな感じで日焼けマシンに入ったんですよ。そしたら僕のお尻は初めて紫外線浴びたらしく、それやそれや真っ赤に焼けましてですね、その日から僕のボルケーノな毎日が始まりました。座ることもできない、本当にできない。お風呂とか、いや、とんでもない。もう四つん這いよ。マジで。そこまで行くなんですか。なんでその規定の分数より前に危ないなと思った時点で行けなかったの。いやいやいや、規定の分数内でもなっちゃったの。いや、に達する前に、うん、あ、もうこれちょっとやばいかもしれない。いや、確かに痛いな、痛いなと思った。痛いな、大丈夫なのかな。でも日焼けマシンってこんなものなのかなって。まあね、その時にはまだ日焼けマシン童貞でもあったわけ。そう初めての時は痛いんですよ、ね。正解、でも吹いてますよ。金曽さん、めっちゃ吹いてますよ。うまいこと言うたな。え、どこも初めての時は痛いんですか。もっとそっちに行く。こっちか。日焼けはね、日焼けはね、血焼けはね、お尻がヒリヒリする。ああ、はい、そう。気にしてはるから。いや、とりあえず僕、その焼けがすごい残って、今でもうっすらやと、お尻に食い込ました T の字が浮かんでてですね。すげえ。あ、俺なんか伝え行ったらこれ出したいんちゃうかって。いいカードです。カードじゃないけど。若干ね、しばらく脱げねえなっていう期待がありました。すごい、はい、大丈夫ですか。めっちゃ見てる人減ってません？増えました。持ってる、筋持ってるぞ。大丈夫。血やけど事件なんか反応されてます。なんか残念的なこと言われてます。するねえ、ごめんね、僕ばっか話して。あ、いやいやいや、むしろちょっと僕は考えてる時間がそれで、適当にね、見つくのと連れてきたやんか。適当に見つくの。じゃあちょっと姉さん、可愛い子連れてきてください。あの、田淵くんもそうですけど、僕も楽しめるんで可愛い子連れてきてください。すいません、小野さん以上に可愛い人はいないと思います。追いつく
欲しい。ね、小野さんがね、あ、小野さんはどうだろう、小野さん今いないから、え、小野さんって今いない、あ、小野さん、綺麗な方ですよね。でもタイプでは年上、年下、あ、そこないですね、確実に年上ですけど、まあ、年下、あ、そうですよね、年下がいいかな、下か、結構、今回年下、あ、おるか、ここもね、ダクトパーティープラスはね、最一番上で23でしたからね、余裕やそう、ちゃんと鍵分けてるじゃないですか、いけてますよ、嗅覚いけてますよ、20歳から23と26、元30オーバーのおっさんだらけ、ようこそ、ありがとうございます、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、本日2対2に出ておりました、野村ゆきさんですね、あ、ゆうきさんね、ゆうきさんです、ただいまですね、北京町長田淵くんの恋愛相談コーナーにしてるんです、で、若くて綺麗な子連れてきてって言うから、そうですね、ちょっとさっきちょっと気になるよねっていう話をしてたんです、一番可愛い人誰って言って、どうですか、楽しくは野村さんの可愛いでしょ、あ、すごい可愛い、あの、綺麗な、綺麗な、もう見れてないもん、まっすぐに、いや、いや、そう、綺麗な人見れないんですよ、一応、そういうことだったんで、こっそり今寝てる年下が好きだって、OK、来た、来た、OK、アンダー、アンダー、年下がいい、アンダー26、27です。あ、いや、僕もそうなんです、はい、あ、もうそうなんです、ちなみに今フリーなのか、そういうのはちょっとあれなんで、今もドリームを見せるとこなんです、やめて、やめて、映ってるんですか、映ってる、世界配信してる、世界中に配信されてる、どうします、そんな言うて、こんな言うて罰4ぐらいたら嫌でしょ、だからそんなドリーム、まさかのね、いや、もうドリームじゃないけどさのところでもポイントとしては年下で理想のタイプは堀北真希まで来てるんですよ、堀北真希に勝てるかどうかですよ、いやでも堀北真希っていうのはその、まあ、芸能人で言えばっていうね、物の例えやね、そう、物の例えなので、本命は綾野美玲、いやそれも綾野美玲で言えばっていうね、あ、今若干2ポイントぐらい引きましたけど多分ドン引きだったと思う、エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオン、エヴァ好き、エヴァ好きですよ、あ、そうですね、エヴァ好きで、え、どう思います、男性としてね、女性の目線から見て、お、今日はお芝居見ました、北京町長、あの芝はご覧になりました、あの芝でキスされてましたよね、そうそうそう、大丈夫大丈夫、別にね、あのマイナスポイントじゃないからね、あ、そこはね、逆にあのよくやったってプラスのポイントやから、いや本当にみんなあの心から拍手を送ったよね、おめでとう、ようやったありがとうございます、ありがとうございます、クリア、あそこで嫌がってたら逆にお前なんやねん、そうそうそう、なるなるなる、なるそうですよね、自信持っていい、クリアをしたから、そう、あんなに、あ、唾液ってあんなに、ごめんなさい、ろくろくな話して、いいよ、いいよ、いいよ、あんなに唾液来るもんなんだってよなんか もっとどすげえな、イマジン、もうちょっとなんか、あの軽くね、あの、そう、あの、くっつくにしてもなんかもうちょっとドライなもんかなと思ったらガッツリ来た、そう、で、ディープでもないのに唾液が来た、そう、唾液がイマジンさんにしても、うちの王将さんにしても来たので、うわ、こんなに来ちゃうんだと思って、まあ、二人ともちょっと悪い病気持ってるんで、あとでうがいしといてください、そっかそっか、なんか逆にもっとこうしたら女性にモテるとか、そういう女性目線からアドバイスをしてあげて、あ、ここに立場がない、
あ、もうぜひどうしてくれたらちょっと好きになるかもみたいなの。あ、いいですね。今はまだ ただのね共演者かもしれないですけど、もしこの先、もしもこの先もしこう好きになっていくかもっていうふうにすると、どういうところを変えていけば彼ポイント上がりますか。っていうふうによく言われるんですけども、本当彼女がいたことがなくて、今のところ年齢イコールを彼女に言われて、はい、そうだから綺麗な人を見ると思わず目を背けてしまう。全然見て向いてないですもんね。すごいね、あの、固定されてるの。そう。若干おなすか、すいませんよ、さっきまでわしとこおったのに、なんで普通に見とったやろっつって。安心感、安心感。かわいい。かわいい。いやー、もうねー。ニックソップ系の女子は食いつきますよね、これ。そうですね、なんか。私がみたいな。だから、年上狙った方がいいと。年下でもいると思う、飲食系は。いるいるいる、そんないっぱいいると思います。だからあの清楚で守ってあげないといけないような可憐な女の子っていうのではなくって、あのガツガツ来る女の人を見たらこいつはいけるって思ったでもそれってその先彼は幸せになれるのかしら。まずそこで一回奈良さんとその人とずっと一緒にいるかどうかわからない。ステップとしてそう。どう？よくネットで言われる話じゃないですか。いきなり魔王を倒そうとしても無理やからスライムから行け。まあスライムと一生過ごすこともありますけど、まあ、ゼロよりはいい。いやガツガツタイプの方が多分くっつきやすいと思うんですけども、向こうから来るもん、うん、そうですね。ただなんか結構心が折れやすい、いや自分で言うのもあれなんですけど、だからガツンと言われるとちょっとってなってしまうので、締めがちですね。あ、すいません、前向いてる。何アピールやろ。何アピールやろ。今もう映像、もう映像。そうね、まあいやあの振られないですね、そういう役。プロデュースされてるの。はい。そう、いやもう主催からはもう今後童貞役しかやらせないみたいな。さっきも言ってたんですけど、武器ですからね。それはね、童貞っていう。そう。ブランドがあり今あるから、それは逆にプライベートを捨てて芸のためにそのブランドを守るか、どうするかみたいな。いやでもそれはね、聞いたことありますよ。かの厚み清さんも、もしかしたらトラさんが童貞キャラなんじゃないかという噂がね、立つくらいで、してたという噂を聞いたことある。そうですね、純ですもんね、いつまでだってもあれなんて童貞でしょ。そう、トラさん童貞説があるんですよ。分かる、それも分かってほしい。分かってほしい。いい話だ。第2のトラさんに、ね、嫌みたいです。本人は捨てたんですけど仕方ない。痛いです。本当に。そっか。でもね、捨てたいって思ってるうちは捨てられへん。痛い。そこに頑張っちゃうから変な力入って多分寄ってこないし。逆にどうでもよくなった時に捨て誰かが来たりする。なるほどね、兄さんからのアドバイス、はい、ありがとうございます。あ、でもそうかもしれないですね。追いかけるとね、逃げていきますからね。ガツガツしてるとちょっと惹かれるみたいな。いや、わかりますか。なんかちょっといい風に見られないといけないっていうのと、自分の自信のなさで相手の目を見えへんみたいな。そこまで断定していった。いや、わかんないですけど、例えばなんですよ。だからこの人にモテようと思わんとこうと思ったら全然いけるんですよ。あなんか心に覚えが何ぼかフィードバック。だから
確かになんかね、そう、あ、この異性でもなんか、あ、友達みたいな感じで思うと全然目合わせられるんですけど、ちょっと女の人として意識しちゃうと、そう、全然合わせられない、されてますよ全然こっちに見ないな、ね、いや、なんかいや、なんか見たらあかんもんあるみたいな、わあんな、一つ一つ、あの、はい、そういう時、女の子は嫌われてると思ってしまうの。あすごい思うねん。だから、はい、そういう時にこう可愛いけど見られへんな、どうしようってなった時に、はい、あの、すみません、あの、僕本当に女性の目が見れないから見てないだけで本当嫌いじゃないんですっていうのは説明した方がいい。あ、なるほど。そこでまず嫌われてるかもっていうハードルを取っ払えるから、ちょっとワンステップ進めるかも、はい、あの練習あ、僕嫌いじゃなくて、はい、あのちょっと女性と目が合わせるのがちょっときっと緊張しちゃうので、目を合わせないだけで本当嫌いとかじゃないんです、はい、そうです、すいませんって、すいません、すいません、気にしないでください、今日のリンクスの演技の中で一番良かったです、ね その時にあのポイントは、あの仲良くしようとしてとか、なんか変に色なんやろ、ちょっと色を出そうとか自分のためじゃなくて、相手が気を悪くしたら申し訳ないっていう気持ちで言うのがポイントです。この人何をすっとんねんすごい説得力でした。いやでも今だってね、そのアドバイスですごい楽しみが輝いてる。いや、ありがとうございます。野村さんもちょっとキュンキュンとした。キュンとした、ええ子やかわいい私もどっちかっていうと可愛い女の子の目が見られてる女の子のね、野村さん的にはどういう男性像がいいのかとか、そう、でもやっぱり私が結構すごい感じなんで、なんか地べたやし、ちょっといいのかもしれない。あ、引っ張っていく感じかちょっとまだハードルが一個高かったかもしれない。でも今気づいた、はい、見てたで、成長してるやん、いける、リードまであと一歩だな。リードしてくれる人、さっきもじゃあ堀北真希が出たんで来ますけど、どういうなんか有名人の方でどういうのが、もしくはこのコロナ、あーそうそう、今それで言ってたんですよ、いないやつばっかりんだよ今日、わざとか、うん、全部、あ、今日だけですもんね。じゃあ、あ、でもここ、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、いいです、この2列は全部出てるから、ダブルキャストもありますからね。不思議な、何のために今日優勝してるのか、不思議な感じ。今、視線が梅坊にばっかり行ってますよ名前が多いから、誰が誰やろ。確かにね、確かにね、悩んでますね。はい、いいですよ。芸能人だったら私と堤真一さん。はい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 。もう本当困んないんですよ。そうね、だいぶ年上好みでございますね、これ。野獣郎剣山ですよ、これも。懐かしい。元真田広之の付き人ですからね。うわー。そうです。ジャックですよ。うわー。そら、芝居もらうわ。堤真一が、さあ、何の付き人で元ジャックです。あんたすごい言ってんの。そう。堤真一か。大阪でもめっちゃ似てる俳優さんいますよ、ね。え、どれ？あの、有機者の西田兄貴めっちゃ似てません？似てる。
めっちゃ男前なんすよ。有機者の西田さん、めっちゃ堤さん似てますよね。下手したら堤さんに似てめっちゃおかしいかもしれないね。気がするんで。色気がおかしい、まあエロいですけどね。ちなみに谷谷さん、さっきのお返しやけど、ここでどうしようかなって悩んでる時点で谷谷さんはないってことだ。ほんまや。ショックリベンジ。それな、そんなもんすよ。な、うん、分からないですよ。逆転としてこの人ってそれ俺やでっていうのもあったりしたらちょっとドキッとするんじゃないですかね。あ、ないわっていう目線。ないことはない。0.5% ぐらいの希望を持ってます。ありますか？あ、じゃあ、もう一回。何がいいですか？僕が取ってきます。何がいいですか？あ、僕が取ってきます。何がいい？リード、リード。いいんですか？はい。じゃあ、お茶とか、どうしようかな。それ、はい。なかったら何でもいい。はい、ありました。ここで好みを把握するんや。はい。なんか、見ていいんですか？いいです、いいです。彼に女性に慣れさせるっていう。あ、なるほど。あ、もう全然踏み台にしてください。踏み台に、踏み台なんてもったいない。かわいい。そうか、そう、インターネットでなんかお茶もなんか飲み物がなくて、なんかアプリア、アプエリアスみたいな。それで大丈夫ですか？優しい。し、野村さんはどっか所属されたりしてるんですか？特にしてないです。まだ大学生。ああ、学生さんなんや。何大学とか聞いて大丈夫ですか？え、でも多分知らないと思います。文化大学とか。ああ、はいはいはい。文化大学とか、東京系の大学とか。あ、そうなんですね。へえ、そっかそっか。あそこってそんな主張的なやつやってましたっけ？なんか一応工具はあるそこに所属してはるってことですか？そうですね。舞台、レジとか、舞台の方を一応。すいません。声を張れる。あと僕がうるさいからね。そんなこと。あ、そっか。みたいに今回どういう経緯で？あ、なぜ大学の先輩なんですか？あー、そうなんや。はい、大学の課題、後輩みたいなのを授業でやったのを見に行ってはって、君いいね。よかったら。切れ味のいい切り返しがすごい好きでしたね。あ、よかった。北海道ね。結構スノーダナやめてください。ススキのチャンス。スノーダナやめてください。しゃべりがちょっともともとロいんで、あの早口が難しくて。そう言われてみたら普段のしゃべり方とさっきと全然違いますね。マジですか？よかったです。ちゃんと言えてた。ちゃんとツンとしてましたね。綺麗かった。でも綺麗やし。いやいや、もう本当にそんなこと。小野さん可愛い女の子が大好きなの。大好きなんです。小野さんも綺麗ですね。もう最近僕らの中ではこの人の美人さはギャグの領域やというふうに言ってますよ。どう思います？ギャグの領域ってどういうことですか？そう、なんかもう、あ、美人出てきたって瞬間に思ってしまうというね。そういうアイコンになっちゃう。なんかあれやね、鈴木洋平さんみたいな。あ、元うちにいた劇団員でね、すごい絵に描いた男前みたいな描いたんですよね。出てきたらいきなりなんかこうキザな格好をして笑いを誘うっていう変態がいたんです。ナルシストキャラで、ナルシストキャラで、まあ実際ナルシストですけど、まあ、なんか鏡見の好きみたいなね。好きなんですね。すごい男前がいたんです。この同じ飲み物自分飲むっちゅうのがポイントだから言っちゃいますからね。高いですね。いただきます。あの、ね、はい、ミラーリング効果っていうのがあります。いただきます。あ、よかった。潤いました。で、そういう時に今すごい良かったのは、はい、あの変にカッコつけようとしたりせずに嬉しかったら素直に自分も良かったって言って喜んでる姿がこっちは見たいんですよ。女性は喜んでたら素直に喜んでほしいんです。
そういうのが出せるのはポイント高い。なるほど。素直が一番だ。素直が一番。なるほど。変にね、カッコつけられちゃうとね、気持ちがわからないから不安になるんですよね。ね、なんか、あ、なんかカッコつけてらっしゃるとか思っちゃうんだ。思っちゃうんですよ。気持ちを通じ合いたいじゃないですか、やっぱり、ね、だから好きになるわけだしね。僕もメモして帰ります。皆さんもうええやろ。いやいやいや、ね、そうかそうかそうか、だいぶでも今日はレベルアップできたんじゃないですか ね、だいぶね。そう、まあよかった、この後連絡先交換してちょっとこの後の進展をぜひね、リハビリに付き合ってあげてください。相談乗りますよ、公開したら。なんかちょっと聞いてくださいよ、タリオさん。はい、後ほどまたさせていただきます。リオさん邪魔したらあかんで。はい、大丈夫です。これ、いろんな人とお話が出て面白い。ね、ユーストにも流れちゃって。なんかまさかこんなの。そうですね、ここから人数が 増えてきてるなと。なんかね、増えてますね。はい、メンツがどんどん増えてきてる、入れ替わってきてるみたいな、うん、いや、田淵くんにまた会う女の子を代わりに連れてきて、野田さん、そろそろお疲れかもしれない。あ、はい、じゃあ別の女性の、どういうタイプがいいか、まず聞いておこうか。それか野村さんが私この子なら会うっていう子をちょっと連れてきてくれる。リレー式に、あ、僕一緒について行って、じゃあ接触しますんで。谷谷さんが野村さん狙ってるんちゃうかこれ。おっと。逆にあかんで。でもやっぱり、ね、女性慣れを、ね、した方がいいんだな。あ、はい、もしかしたら譲りたくないって可能性もある。あー、なるほどね。痛かったら全然その相手いただいて。いや、全然そう、そんな、なんかいつまでもそこにいても、なんか見てないし、なんかが。そう、僕もそれを。まあじゃあ、ちょっとね、形上一応退席されるということで、じゃあ、新しい子、一緒に探していきます。あ、なんか、いや、どっちでも。僕、じゃあ行ってきます。お酒。あ、ありがとうございました。すいません、痛いに出てました、野村さんでした。いやいや、どうでしたか彼女、かわいい。はい、思った以上にかわいい、綺麗な方が来て、ちょっと、本当緊張しました、はい、でも普通に喋れてたじゃないですか、ね、あ、そうですね、いやでも緊張してました。はい、しますよね、かわいい女の子緊張しますよね。そうですね、うん、ドキドキするよね。ドキドキしますね。はい、こっちは見てくれるんや。そうですね、さすがにちょっと、はい、すみません。大丈夫です、はい、OKOK。 よし、すごかったですね、見ないプリが最初ね。プリがそうで、後からもっと見ればよかったって後悔する。あー、うわー、なんか切ないこと言うなよ。どうせ連絡先交換すんねんから、後で。あ、忘れんと行くんやで、自分から。はい、そうですね、これで。あ、そうですね。あ、連れてまいりました。また綺麗な人が来たよ。はい、どうぞ自己紹介から。あ、どうも、初めまして、上野よし子と言います。はい、これはなんか録音されてる感じなんですね。あのね、今ユーストリームでインターネット配信しています。なるほど、申し訳ないです。はい、今日はどちらに出てらっしゃいました。今日はですね、ブラックファイスという団体で、はい、歌って踊る団体で、私は歌を担当しましたね。皆さん衣装すごい可愛かったですね。すごかったですね、華やかで。ちょっと今回というか毎回ブラックタイツの衣装は私がコスチューム担当で、自分で手作りなんです。すごいですね。わわわわ、ぜひ仕事ください。そうですか、そうですか。今、北京町長の田淵君、はい、
大活躍されて見張りました。見てました、私版も。ありがとうございます。今日男性と会ったり。そう、はい、今そこなんです。彼が今のところちょっと女性問題というか、はい、女の子とどうやったら付き合っていったらいいんだろうという悩みのコーナーになってまして、でさっき2体に出てた野村さんに出ていただいてですね、はい、いろいろ相談してもらって、だいぶ今レベル上がってるんですよ。なるほど。え、本当なんですか？本当に女性にはあんまり、まあまあまあ仮にですけど今そういうことになってなるほど。仮にそういう設定なんですね。え、設定というかリアルリアルです、はい、もったいないですね、皆さん。そうね、ちょっとお問い合わせいただいてます。はい、でさらなるレベルアップを求めてちょっと来ていただいて、なるほど。私一応そうですね、既婚者なんですけれども、あんまり恋愛にはそんなに興味がなく育ったんですけれども。あ、はい、そこなんかそのキャリアをなんかそうアドバイスしていただけたら、そう見てください。今また目は合わせてない時点でだいぶまだダメですか？好みのタイプとかは。あ、好みのタイプはそうですね、静かめの方が、あんまり当たりの強くない方がいいですかね。先ほど聞いた堀北真希が、まあ、あくまで芸能人で言えば、はい、物静か美少女ですね。そうですね、物静か美少女、ちょっと私の周りに全くいないんで、うわご紹介できないんですけど、まあでも逆にどうしたらしていったらいいかなっていう、そういうアドバイス的なもの。自信を持ってください。はい、以上。簡潔に。いやでも自信を持ってずっといれば絶対そういう人は出会いがあると思うので、はい、そう出会いが来た時はもうグッともう掴んで離さないようにしていただければ。今いないんですか、なんか気になる人の堀北真希以外に。いや実際に、まあ、気になる人はいるんですが、ただまあ好きかどうかちょっとまだ。好きかどうか決めてから仲良くなり始めるとしんどいから、好きかどうか分かる前に仲良くなった方がいいんじゃないですか。お姉さん、姉さん、そうですよ、そうですよ、そうタイミングなんで全部。はい、仲良くなった後で好きかどうか分かるじゃないですか。やっぱりあかんかったわっていうのとか、それからやっぱりもっと好きになったわっていう、そうか、向こうから先に好きになってもうアプローチしてきてくれるかもしれないし、そうで、そのせいで好きになることもありますかね。もう行動あるのに、とりあえず仲良かったらいいんですよ、先に。そう、大丈夫大丈夫。今だいぶ今度は戦略の方で一歩進みました。ちょっとなんか恋愛マスターっぽい人を探してきましょうか。お、じゃあちょっとまた旅に出ましょうか。ちょっと食べてみます。はい、すみません、僕、そうなんです、お財布出ました。はい、ごめんなさいね。でもいい話聞けました。いや、とんでもないです。悩みました。ポジティブ。いやー、どんどん素敵なゲストの方。そうですね、そういう番組みたいになってきましたけど。完全にそういう番組ですね。みなりなんで、皆さんドキュメンタリーを小口くんのためで、あー、ここにやってきてくれ。ほんとすみません、あれ、田所さんが来ました。田所さんが来ました。この人が苦手だと思うんやけど、俺。どうです、ご紹介の方。はい、サイズは夢平サイズの田所です。タケさん、タケさん、今なんかやると思うんですか。そう、ユーストリームで。そう、さっきアクエリアスをちょっと取ってってる間にちょっとご挨拶をさせていただいて、はい、そう、本当にいないのかって問い出さ、さっきもキスしたことなかないのか、問い詰めて、え、なんでとか言ってたのに、この流れで今どうしよう。谷谷くん、ありがとう。姉さん、どうぞ。いただきます。あとは上野さん、ありがとうございます。何このケーキみたいな感じで、そうそう、みんなにちょっとずつアドバイスもらうみたいな。すいません、じゃあ改めまして、アイシャ君もお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、また来てください。
分このビンナビールの中アクエリアスなのがもうすでにアカンと思う。え、アクエリアスなんすか。あ、すいません、あ、ちょっと もう何もないと思って。あ、アクエリアスだ。すいません、あのね、さっきはちょっとあったんですよ、ストーリーが。聞かせてくださいよ。一応今ここの相談のお姉さんコーナーは今3人目なんです、はい、あ、そうなんや。どの流れで聞くんですか。今ね、あの2対2だ野村さん始まってブラックタイツの上野さん来て今加代子姉さんです、はい、で最初の野村さんが展開早すぎません。何何野村さんが飲み物がなくて困ってたから田淵くんがなんかお茶がいいですって言われたけどお茶がなかったんですよ。そこでアクエリアスを持ってきて飲みにくいかなと思って自分もアクエリアス持ってきて一緒に飲んでるんですよ。そう一緒に。お茶ありますね。気がつかなかったんですけどその時は最善策。そう彼の中ではベストベストアンサーなんですね。ちょっとこれがあったらだいぶいいでしょこのアクエリアス。そうね。でも私アクエリアスって言っちゃうタイプ。あのちょっと ビール取ってきます。え、飲めるんですか。あ、ビールはあのちょ弱いんですけど。いっぱい入ってましたよ。いっぱい入って、回し飲みでいきます。取ってくるから待っていいですか。姉さん、この姉さんが、この姉さんが、この姉さんベタ好きやねんね。あ、で結局このユーストの趣旨は一体どういう風になってるんですか。今日は田淵君の恋愛相談コーナー。今本当に恋愛相談。でも似てますでしょ。そう言ってて、ね、ですよね。でもなんかね、気づかないんだって。今北京の女優さんが言ってたんけど、あ、そういう経験値がないからモテてるかどうかが疲れてるか分かんないんだって。じゃあ自らちょっとモテ期を逃してるってわけですね。気づけないっていうのは、これはちょっともったいないですね。チラッと見られた。え、今まで好きな子は、はい、乾杯。乾杯。好きな子、好きな子は好きになったことありますか。はあります。何人ぐらい。そんな男の子が好きにやった子なんて星の数ほどきっといるよ。好きになっただけならね、目あっただけで数奇になりますよね。数えてる、はい、本気は4人で。おお、真面目だ。これ幼稚園とか入らへん。は入らないです。幼稚園とも入らない。小3が1個入る。振り抜いていこう。ごめん、はい、3人になります。ただ小3が結構僕としては本気だったんですが、はい、まあいろんな男子に相談するうちに一人の男の子が友達が田淵の好きな人はみたいな感じで、すごい小学校ありますよねそういうの。これね、でその子にバレて、でその子がもうあんたなんか大嫌いよみたいなことを。それは照れ隠しだよね。照れ隠しだよね。ひょっとしてそれがもしかしてトラウマになってて今なかなか踏み出せない性格につながってしまったのではですかね。ちょっと分かんない、うん、そうかもしれない。いやでも多かれ少なかれそういったトラウマありますでしょ。ありますかね。小学校の時のトラウマなんて結構でかいっすよ。でかいっすよ。でかいわよ。ちょっとじゃあそのトラウマを取り除くためにちょっとかやこ姉さんにその役をしてもらって、あの時はああ言ったけど本当は違ったのよ的なことを。実は嫌いじゃなかったのよってことですよ。でも多分そうやと思いますよ。絶対そうですよ。あんたのこと嫌いってわざわざ言うってことは嫌いじゃないよ。だから小学校の時ってなんか目立ちなんか注目の的になるとって恥ずかしいじゃないですか。それでいじめられるから。そうなんですよね。だからそれでちょっと保身策を取ってしまったけど実は好きやった可能性がありますから。本当の気持ちを裏返して言ってしまうのがありますもんね、はい、じゃあちょっと同窓会という体で今同窓会で集まってあれから20年経ちました、ね、いやお前ら全然変わんねえな。ひげ生えたな。ないやない。そういえばなんかさ、あの時さ、なんか田淵、あれなんか好きな子いたじゃん。あーそうだよ、お前が言い出したらよ。そうだよ、かわいそうだな。そんなもうネタだと思ったんだよ。本気やってたじゃねえかよ。だけどあいつ可愛かったからね。羨ましいよ。いや、本当あの時はごめん。なんかマジでちょっとごめんね、あの時。いやでもさ、本当は結構こいつもなんか相談乗っててさ、うまくいくかなって思ったんだよな。あれ主役変わってる。いや
多分お前悔しかったんだろ。そうなんだよ、あれちょっとなんか主役変わってる。だから俺持って行ってしまう。でも実際どうだったのよ。そうだよ、そうだよ、あの時はまあ俺らふざけちゃってあの日でやっちゃったけど、うん、今どう。あの時だって田淵くん勉強もできるし足も速いしさ。だよな、かっこよかったよね。だよな、好きだったよ。うわじゃあなんで嫌いって言ったんだよ。だってみんなが話し立てるからさ。ごめんなー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 。ちなみに今2人とも付き合ってるやつがいんの。いや、俺はいない。あ、ごめん、私いるわ。まあな、人生そんなもんやな。そうだな、そうだな、子供もいるって話だし。まあ、声飲もうぜ、乾杯。はい、じゃあそんなわけで本日の統括をお願いいたします。もうすごいやだ。じゃあ、大阪でね、彼女見つけたらいいんじゃん。まあ、なるほどね。遠距離以外ねえ、ねえ、遠距離全然 OK やろ。あー逆にそれぐらいが見なくて。あーそうね、毎日会うのはねちょっとあれですけども、確かに。いやごめんなさい、よくわかんない。去年一人前で大阪来てはったんですよ。あ、はい、いい人やな。ああいう時とか謎がつけないとかいっぱいいるじゃないですか。はい、出会いとか。あ、なんか大阪来て初めてだったのは、なんか写真一緒に撮ってくださいとか、握手してくださいみたいなのはありました。ちょっと待って、はい、そういうのあるんじゃん。同じ東京なのに。ないよそんなの。ないよそういうの、ないですよ我々。おっと、すでにモテるに実は差があったという。気づいてないだけ。東京では確かに なくないんですけど、大阪来て。東京も大阪もないですよ。ちょっと待ってよ、めっちゃモテてんじゃないですか。いやいや、変な対立できた。芝居中はなんかキスシーンがあったんですけど。お、今回のやつじゃなくて。はい。女子高生からキモいキモいキモいみたいなことを言われて。あ、エアーキスシーン。エアーキスシーンがあってキモいって言われて、でおじさんから頑張れみたいな。ごめんなさい、ちょっと何回もこの話してます。あれ神回でしたね、あの時は。あ、え、ご覧になりました。あの時に言いました。あ、本当ですか。めっちゃ面白かったですね。新庄ちびらけの女子高生昨日あれのおかげでめっちゃ盛り上がった。ちょっと話しとりますけどね、僕今回インクスのプログラム以降の文句があるんです。何？あのね、東京の北京町長さんの公演で、おまけ公演で田淵くん、あのエアデートの続編をやってたんですよ。私もパイムだけ見たね。そう、なんでそれを今回やらへんねや思ってね。どうなったの。だから僕も見えてないんです。僕見に行った回にはそれやってなかったから。明日やってたらいいじゃん、ホコピー。今から変更できるねえ。なんかもう緊張長さんですもんね、できますよ。他のなんかのなんとかアクト消してなんか入れよう。なんとかアクトはね、スケジュールは北京さん出てる時は手のひらサイズさんです。あったなあ。じゃあステージタイガーさん削って。あ、はい、どうぞどうぞ。いや20分空いてる、20分空いてるからね。ちょっとすごい、うちじゃあ抜けますんです。いややっちゃう。真面目な話、明日一個あの荒川歌うことが一個予定されてたのがなくなっているんです。なんて、マジで。いや、あのこれちょっと言っちゃっていいのかわかんないんですけど、で他はちょっと内定されてる方がちょっといらっしゃるみたいで。あ、そうなんですか。いや、実際に僕なんかそう修正期で消されてるのはしてたんで、でもしあれでしたらやりましょうかみたいなことは話、石田さんにお話させていただいたんですけど。ちょっと皆さんなんか声ツイッターで上げたらもしかしたら叶うかもしれないですよ。いや少なくとも僕はめっちゃ見たいです。これでなんかちょっとなんかいろいろざわついたらごめんなさい。やって、はい、そう15分でしょ。最後の歌カットしたらいいんですよ。待って。リンクスの歌やめて、そう、エアデートそれがいい、見たい、めっちゃ気になる、見たい、ね、
ねえ、まあ、うん、歌カットもそうだそうだの意見をツイッターでお待ちしてます。これ100件ぐらい来たらね、やらざるを得ない。あれさ、うちらが仕組んだらいいんじゃん。パテストになったらちょうどいい。そう、あれ見てねえんだね。時間があるようだが、まだ一つ忘れてるんじゃないか、スペシャルなアクトよ。じゃあ、全劇団一ネタずつカットしていって15分作りましょう。お、マジか。まあ、ただちょっとこのタイミングで行ってしまっていいのかちょっと分かんないんですけど、はい、実はそのエアデートその後が YouTube にアップされてまして。あ、マジで、はい、エアデートか田淵明信フルネームで検索すると出てくるかと思いますので、それちょっとまだ調べてここ載せちゃってください。ほら、ね、もしよろしければご覧ください。それを見た上で明日生で見たいって言ったらちょっとつぶやきがあったら、今ね、便利な時代ですから ね、つぶやきが10件以上になったらちょっとマサさんここに連れてきて強化しようよ。 100リツイートで叶いますぐらいの。絶対無理や。確率いいとか10ぐらいだ。結局この問題は解決されたんですけど、なんすか、あ、モテ問題、そうそう、一瞬忘れてた、これかぶっちゃんの、あ、私もすごい今次の姉さん探した方がいいんだ。あー、じゃあ私だから大阪で探す、あ、アドバイスが、大阪の人距離近くないですか、なんか、あ、なんかすごい、なんかこっちまで元気になるぐらいみんなすごい、ちなみに、あの北京町長さん、あの何日まで滞在されるんですか。ちょっと帰りはみんなバラバラで、はい、僕は22日の夜まで。やばいよ、あれ、あれ割とやるね。あ、でもあと2日ですよ、今日入れて3日、いけるな、いけるね、いけちゃうね、2ナイトあるな。じゃあ、22日の夜まで、はい、22日の15時に通天閣前に集合したらいいね。田淵くんを狙ってる女子が、なるほど、まさかの新世界で、竹さんがニュースするから公開してね、誰も来なかったらエアデートが始まる。エアデート、エアデートその後のその後っていう4時間の拡大版でお送りします。リアル、あ、URL がエアデートその後、 URL がここに。でも AR エアデートみたいな、もうこの後、これ終わった後、俺田淵さん殴られないかな。大丈夫だよ。そんなんで殴られんやったら、僕もう缶オケ行ってます。田淵さん、そんな一面だ。いやいや、それはそれでちょっと素敵ですね、ギャップでね。そうか、そう、まあ、褒めて褒めて。次の姉さん誰がいいんですか。そうですね、ちょっとかやこ姉さんにもアドバイスもろたんで、次の姉さんを、今回ちょっとかやこ姉さんは恋愛マスターという体で呼んでもらいました。はい、上野さんから恋愛マスター探しましょうか。恋愛マスターが、次は大阪マスターです。次何テーマでいいんだ。まあ、大阪でじゃあ田淵くんに合いそうな子みたいな、おすすめ、おすすめみたいな、おすすめ女子。いや、年齢オープンにしてますか。あ、はい、27です。27、あ、今年下が好きで、同い年だ。え、何何、年下が好きで、好みのタイプは堀北真希。ちなみになんかあります、やっぱり、あの年、おしゃれおしゃれおしゃれ、ちょっと見てください、これおしゃれ、タイプ聞いてるのに。あ、ごめんなさい。お前ら忘れたやつは、後で年下で堀北真希なの。そう、今のとこちょっと宮田真希、まあちょっとアンギャしましょうか。いや、でもちょっと、うん、探して、はい、しますね。じゃあ、今27位以下聞いてます。26位以下から、26位以下あのね、ちょっといろいろ角が立つと思うんで、やめようか。うん、あの、こっそり聞くのありなんですけど、その間にじゃ好みのタイプを語っといて、またまた、うん、あ、俺の、そうそうそう、まあ、もしくは、なんか愛車君とのモテ度勝負をここで繰り広げたいと思うんだ。あのね、絶対俺負けてると思うんですよ。だって見て、めちゃめちゃイケメンよ、こっち向いてますよ、普通に微笑んで、はい、まあそれやってないで、じゃあかやこさん探していきましょうか、ね、じゃあ、いいか、はい、どうぞ、手のひらサイズ、かやこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。普通にかっこいい、そう、普通にかっこいいっていうか、まず絶対誠実じゃないですか。あ、誠実はしてくれそうね。だから絶対好きなタイプはいると思うんですよね。いるでしょ。絶対
受け方でも僕の方が恋愛相談受けたいくらいですよ。いやいや本当に本当に分かんないですよ。なことそんなことないでしょうよ。え、なんかさっきもちょっと言ったかもしれないですけど、はい、なんかタイプとかあるんですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。ゴーミーめぐみです。お疲れ様です。まあバーターのような感じで手のひらサイズから来ていただきました。はい、よろしくお願いします。これは何なんですかね。まあ説明いたしますとですね、はい、北京町長の田淵くんがですね、はい、ちょっと女性のことで悩んでさっきのアドシバ見てました。あ、男性のシュート連続だけど僕女性とはマダムも言ってすごく涙が。あれ本当だったんですか。はい、ほんまです。マジか。え、何歳ですか。27です。あで、なんでですかね。まあ、いろいろ経緯あるんですけど、まあ、田淵君の好み的には年下で堀北真希が好きだで、まあまあ、あの芸能人で言えばっていう話です、うん、で、ちょっと田淵君さんが、まあ、でも、で、お一人お一人に今ね、アドバイスをもらってるわけですよ。彼が今後やっていくというかね、進化していく上でこれがあればいいんじゃないかっていうのが、あればいいんじゃないか。今大事印象でいいですよ。大事印象で。でもそれほんまやって聞いてびっくりしてるんですよ。そうだって、うん、外見もそんな。はい、と言いながらちょっと一回ちょっとなんか早くないですか。ちょっとあの本家の人が来たんで一瞬だけあの SP 水曜劇場のね、あの初めまして、私あの、ま、カメラ。最高じゃないですか。石川さやかさんです。はい、乾杯。あ、はい、はい、はい、もちもち、はい、乾杯。返して。悩み相談の時間だ。はい、そうです。彼が女性と付き合うためにはどうすればいいか。そうなんですか。付き合ってないんですか。はい。あらら。童貞なんです。あ、そうなんですか。なんでやろ。ちょっとね、あなたちょっとね、もうちょっと口進みなさいよ。さん、姉さんぶっこんできますよ。さっき舞台上で言ってたじゃん。わかったわかった。よーし、わかった。せやけどね。よーし、わかった。ちょっと言う人だけの方もいるんだぞ。なんか軽く来たけど、ちょっと危ないとこ来たみたいな顔していきましたよ。それ、帽子は自前。違います。あ、この人も愛してないんで。株式。はい。株式に投資。あ、いろんな意味で株してるね。ひょいっと混ざってる徳永さんが、ね、徳永さんなんで来たの。でもやっぱりまあそのね、まあある程度も落としていった中で、はい、あるわけじゃないですか。女性と付き合ったことがないだとかっていうのは絶対あるわけなんですけど、じゃあ逆に女性目線で一体何が足りないのかっていうのをですね、女性から教えていただきたいんですよ。ちょっと愛沙君語り出したんですけど、場所変わろうか。変わりましょうか、ね。ちょっと聞き出したいというわけなんでございますけれども、はい、実際にどうですか、彼に一体足りないものは一体何なのかってことなんですわ。何なのね、喋りにくいと思うけど、カメラ意識しやがる。いや、もうこれを本当の本音で言うことによって、もうブッチが救われるんですよ。そう一つ光が見えるっていう方向でね。かぶっちゃった。あんまり知らん。わかりました、わかりました。じゃ第一印象はまずどうですか。どう見えます。心細げに冷めますよね。ああ自信がないってことですか。不安そうな。でもそれはそうですよね、初対面ですもんね。それは不安になりますよね。そうですね。はじめまして、はい、まして石川と申します。はい、この中の人と付き合っちゃえばいいじゃん。誰が気に入った？いや、あのね、さっきから言うてたんですけど、うん、結構誰が良かったの？言う人間、言う人間、今いない人を言う。誰言ったの？言って言って。あの、ダクトパーティーの若い子たち、今日いないんですけど、あの、見たことな。え？何？見た目派？え、いや、兄さん、ちゃいます。いや、それはいいんですよ。もう日本人のもう5割がまず顔でやりますよ。逆に、田淵さんのことをいいと思ってくれる人からっていうのを、あ、それ聞こうや。それがいい。今聞こうや。今ここにいる人の中で今聞こうや。それがいいんじゃないか。
新企画。誰もおらんかったらどうすんの、うん、それ聞こうや。ハニちゃんよろしく。これは俺そんな声出ない。あの今全部の会話止めても大丈夫なんだ。大丈夫、そのために鍛えてるんでしょ。行きましょう行きましょう。あ、あ、いや、北京町長という団体、ご覧には、あ、まだまだ、あ、明日見る予定なんですか。あ、はい、ぜひぜひ。で、あとは今日のアドシバに、はい、今日はちょっと出演してるんですが、あ、はい、あ、はい、田淵読み方が、誰ですか。あ、秋の部です。はい、出場劇団、はい、あ、上原さん、2人 MC、 どうぞ。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 あ、北京町長の田淵です。いや、どこ見てる、カメラ、カメラ、北京町長の田淵です、よろしくお願いします。あの普段は何を、普段は、いや、あのね、ちょっと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 、ポカンされてますけど、今、テーマが変わりまして、テーマは選ぶな、選ばれろというふうにやりましてですね、はい、今、選んだ方たちが、なるほど、今、田淵くんがですね、まあちょっと、今回女性と今まで付き合ったことないんで、ねえ、男性に、男性としか付き合ったことないんで、この顔でですよ、本当に童貞ってこと、はい、ママ、言ったね、今、姉さん、姉さん、ストレート、あ、なんか言った姉さん、本当に、はい、嘘、本当です、おいくつで、27です、ほんとに、あと3年したら魔法が、腕下ろし、まだ、はい、おい、おい、そしてカメラあっち、一体、カルス何なのかということを、え、だって、悪いとこなくない、見た目、おまず見た目だけど、肌並みいいし、肌綺麗だし、顔まずイケメンでしょ、うん、だって、何があかんって言われても言えないもん、ほら、アピールしろ、アピールしろ、今アピールタイム、兄さん、アピールしろ、無駄毛がすごい。じゃあ俺のことはいいの。俺のことは本当。やめてあげて。俺のことは本当。やめてあげて。なんで女の子好きじゃないの？いや、女の子が好きです。はい、でも男性としかチューしたことないの。はい。男性とはもう10人以上の方と。10人以上。皆さんなんか違うっす。いい質問だね。じゃあ自分が女性にモテない理由は何だと思う？なんですかね。ただ先ほどちょっと上がったとして、はい、上がったものとしてちょっと自信なさげな部分があるということで、それが可愛い、そういうことですよね。ちょっともう一回言ってもらっていいですか。だってなんかエグザイルとかって黒くてヒゲ生えてるみたいな、なんかちょっと胸毛あったりとか、やめてあげて。なんか自信めっちゃ、俺自信あるし女にモテるみたいな感じやけど、みんなめっちゃ褒められてますよ。俺は今褒められてる。石川亮君とかってちょっとなよってしてる感じに見えて、なんか別に黒くもないし、なんかもうあとでどんなタイミングと思う。すいません、中断します。誕生日に伺います。ハッピーバースデートゥーユー。ちょっと映してください。もうねえよ。おめでとう。イエーイ。ありがとう。まだ誰かいない。誕生日、まず誕生日ということで、まだね、ハプニング。カメラも熱いちゃう。顔だけでやったら超タイプ。タイプ、超タイプ。うまい。あ、やった。もうすぐ書き設計されるから。
もって。あの姫さん、ちょっと僕ら挙動してましたけど。今ちょっとごめんなさい、もう一回言ってもらっていいですか。もう一回。いやいや、ちくげおろし誕生日今日じゃなくていいのノリじゃないですか。姫さん、なんか違う。違うの？そう。腕とか。じゃあ。とりあえずさっきね相談取った時に肉食系の女の子やったらうまくいくんじゃないかって話になったんですけど、うん、うまいことなんか楽しくいい人この指遠まで言うたら全員肉食系が集ってきたっていうこの好みの女性のタイプを、はい、好みの女性好みの女性はい、うん、当たりが強くない方がいいかなと。何が強くない、全然強くない。おいおいおい。でも、はい、多分ね、彼の言う当たりの強さっていうのは、言われたらすぐへこむからっていうことをやったし、攻めないでっていうことで、慣れるまでは。そうか。だから攻めない感じやったら多分当たり強くても大丈夫やと思う。褒めて伸ばせばいい。そうそう。すごい分析されてますよ。そう、うちの今村なかなか育てるタイプですよ。こいつね、ダメンズが好き。いや、こら。ほら。ほら。でも M でしょ。どうですか。いやー。S ではないでしょ、あなたに責められてもえってなるんだけど、ちょっと結構言いますね。やめてあげてください。そうじゃない、やめてあげてください。 M でしょ。いやどっちや、もう今の言うときはすでに SM だったのに今ね攻めてめっちゃ強く言っといていいんちゃうんかお前。でも主導権を握られることはないだろうって思ってるときにカッと主導権を握られたらフラッとくるんじゃないですか。あ、そうかも。赤松さん的に私が主導権って思ってる時にグッて来られたらもうコロロっていくんじゃない？ないですね。ないな。赤松さん強気やな。ちょっとじゃあ田淵から質問しよう。そうだ、あ、それは大事。こういう時に胸キュンになるかっていうのちょっと聞こう。え、どういう時にどういう時に男性のどういう仕草とか、うん、男性のどういう仕草にキュンとするの、うん、まあ、仕草じゃなくても、まあ、全体的に、うん、はっきり言わんか、はい、はい、はい、ちゃんと言えば間違いない、はい、ね、まあ、はい、もうね、じゃあどういう時にあの、ね、男性のどういうところにキュンとくるかっていう、はい、まあなんか一個武器を一個ずつ与えてあげてくださいよ。じゃあこういう風にやったら私たちは届けるわよみたいな、うん、あればちょっとお一人ずつ。なんか例えばこんなことがあったんだとか自分のかけらを一個渡した時に、あ、そんな時もあるよねって、僕もこんな時があったんだっていう、あ、自分でこういうことも経験したことあるんやっていうこと、何でも新鮮に捉えられたら経験なさそうで頼りがいもないし、いくら S じゃなかったとしてもものを知らん人って何も魅力的じゃないから、あ、そういう時もあったっていうふうに嘘でも言った方がいいと思う。今完全恋のからさげみたいな。でもそれ多分全員そうやと思う。自分よりももの知らん人って多分魅力的じゃないし、いくら M な人が好きでもいくら受け身な人が好きでも自分よりもの知らんとか自分より経験値が浅い人はあのすごいあの魅力的じゃない。うん、確かに。嘘はつけない人やから無理やからな。嘘とは無理で、心するぐらいから使う方がいい。そんなに想像力でカバーしたらいいと思う。今日ね、見てて、あの今日の A チームのお芝居を見て思ってんけど、共感って大事やなと思った。なんかあの例えば梅坊さんとこ のマネージャーさんの役をされてた方がいるんですが、まあ、女じゃないけど、であれでええー、なって思ったのは、あの女の子はあのメンバーと一緒に悲しんだりとか喜んだりとかいう共感をしてたわけ。例えばあの子がすごいブサイクやったとしても全然あの共感を一緒にしてくれるっていうだけですごいこう気持ちが通じて動くやん。わかる、キュンとするよね。そうそう、だからそのもし経験したことがなかったとしてもそれを聞いて想像して共感したって言ってあげればほらー、方法が、あら、聞いてください。はい、いいと思うんだ。方法派遣がね、共感を聞きにしたらいいんちゃう。あ、お前しっかり聞いとけよ。はい、
しっかり聞いとけ長官。いやでもさ、そんなんてさ、なんか化けの皮剥がれていくやんか。だからなんか経験ないならないで別にいいと思うねんか。その代わりに想像したらいいね。うん、そうそうそう、なんかないことはないでいいけど、うん、でもその子の気持ちになって自分がなんかそこに動いていけたら素敵なんじゃない。なんかこう、いや、あれ分かる分かるとか全然分かれへんこと分かるって言われても腹立つから、なんか分かろうとしてくれたら伝わるから、うん、そう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 。え、本当に女の子好きなの？はい。今のはちょっと男らしかったです。あ、でもそんなこうちょっとしたギャップがね、こういうのを出していくと素敵なんじゃない？男らしいよね。ね。見た目本当にあの優しげですし、あの体つきも結構がっしりした感じだし、かっこいいなと思いましたよ。思った。多分ノーマルな一面子みたいな感じ。それは一メイクにある意味失礼やけど、一メイクにちょっと失礼やけど、あーって言っちゃった、問題発言。一メイクもノーマルだけど、そうですよ、彼は。あ、この方、あ、はいはいはい、あのマイルドさが通じる部分があるんで、ちょっと似てますよね。すごい優しい、本当にね。空気が柔らかいですよね。褒め言葉いいじゃんしか知らんのかいいじゃんいいじゃん、タブチなんか良かったね。え、ちなみにどんな子がタイプなんですか？言っちゃえよ、いつもの言っちゃえよお前。いつも、え、いつものアイドル言っちゃえよお前。あ、アイドル、うん、あ、でもあくまで芸能人で言えば堀北真希。あー、どんだけいい。ほらわお前。アニメキャラで言うと、アニメキャラで、アニメキャラあるの？アニメキャラで言うと、はい、あるんだ。いるんだ。あの綾波レイが。新人っぽい。新人っぽい。新人。逃げちゃダメだよ。みんな話分かってる。あんたバカ？分かってる。出た。今出た。確実に言いたかっただけや。確か来たよ。しょんぼりしちゃってるじゃないですか。いや、ちょっとしてみないです。あなたといるとポカポカするって言ってもらえたらいいの。そうですね。すげえな。みんな見てんだね。レイ、レイっぽく。よし、いけ、おっと。でも一番好みに近いかも。本当ですか？この感じ、この感じ。私らではないわ。私らではないよね。姉さん、私らではないわ。肉食やもんだって。よきアドバイザーとして。うちの今村も結構な肉食やと思いますけどね。いや、寂しがりやから。多分、あやも肉食やけど、こんぐらいの自分を調整する力を持ってる人やと思います。出た、あやなみ肉食説。絶対肉食、あやなみで。まあ、確かに分からへんわね、中身はね。誰がいいの？この中やったら誰がいいの？今ちょっととりあえず3人は公募枠ですよ。田淵くんがいいなって集まってきたんで、誰きりにもなってくれるさ。名前が分かんないかもしれないから、はい、一応ね、はい、はい、カメラ赤松由美と申します。別に肉食ではありませんが、ちょっとそんな感じです。じゃあ肉食じゃん。ね、今日 MC していただいててね、はい、ありがとうございました。私はあのバンタムクラスステージの姫と言います。よろしくお願いします。ステージタイガーの今村心です。よろしくお願いします。なんでわし？いや、あなたもそりゃ姉さん行きなさいよ。ステージタイガーの小野明日香です。よろしくお願いします。私まさかの、まさかのエントリーをね。あー、徳永と申します。エントリーしてた。手のひらサイズの川上めぐみです。よろしくお願いします。エントリーしてたんですか？ちょっともう、エントリー、エントリー。僕もエントリー。ステージタイガーのタニアと言います。よろしくお願いします。はい、さやかさんも。はい、月曜劇団の西川さやかです。お願いします。ってことで、はい、なんか今さやかさん一番素敵だったね。なんか本当に今ちょっと滑った、寒いと思って。いや、なんか良かった。わかりました。じゃあとりあえずこの中から僕と徳永さんも含めて一人選んで、ちょっと3分間のフリートークを。あ、いいですね。ああ、選んでください。これはありますか？ねえ、
うまいことこれドラム入ったらいいんですけどね。ダララ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 ラチェンジっつってもいいかな。やっぱ違う。とりあえず、とりあえず。ものすごい大技で伯爵っていう手もありますよ。伯爵。はい、伯爵さんという。はい、伯爵は今ねビデオを撮ってくれてます。横は喋ってみたい人は誰かに。そうそうそう。なんかみんなうまーきたからちょっと落ち着いて。誰が好きとかじゃなくて喋ったみたい。みんな喋りすぎ。はい。この人やったら喋りたいな。とりあえずとりあえず。あ。でも皆さんと喋ってみたいなと。ラミッツ誰から誰か選ぶ。あ、はい。ちょっと絵を変えたいだけなんで。絵を変えたい。どうぞ。え、じゃあ。おお。選ばれましたよ。手のひらサイズ。じゃあ、お前ら帰れ。はい。帰れ。じゃあちょっと一個するか。はい。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。誰が足で。あ、すみません。いやどうでした。お前邪魔だ。今ちょっと二人選んだとこなんで、ちょっと3分間フリートークでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。役者さんです。あ、役者です。はい。あれ、さっきの後芝は。見ました。あ、見てました。はい、ありがとうございます。一瞬通ります。あれ今回出てらっしゃる。出てなかったです。あ、出てない。手のひらの新人なんで、あ、まだ出れなくて、今回もう本が最初から決まってたんで、はい、もう何や、5人、はい、人数が決まってたんで、うん、出れなかったんです。あ、なるほど。ビディ長女さんの、はい、なんか見たんですけど、はい、何役で。あ、あ、今回のは、なんかゼネコンのなんか大金持ってる、預かってきてる。大阪って言った人。あ、そうです、大阪って言ってた人。やっぱなんか違いますよね、あの舞台で見ると。あ、そうですね。そう、前回あの秋に一人芝居でこっちの方来まして、その時はわりかし素に近い状態というか、そうですね、あんまりイケイケな感じの役はやらないですかね。はい、うん、なんかやってみたくはあるんですけど、なんとなく演出家さんとかに説得力がないみたいなことを、うん、言われてしまって、はい、いつからやってるんですか、お芝居。芝居は、まあ、高校からなんですけども、まあ、本格的には大学の演劇研究会。大学で。はい、大学で。はい。北京長女さんもあの大学の感じですか。そうですね、大学の早稲田の演劇研究会ってところで、はい、そこから独立しまして、はい。でもなんか付き合ったことがない。付き合ったことある？いや、ないですね。告白とかされないんですか？告白は、自分の記憶ではなんかなんとなく、あれこれ告白だったのかなみたいなのはあったんですけど、でもちょっと違ったらあれなんで、多分ないと思います。普段女の子と喋ったりとか。そうですね、喋ったりするんですけども、ただあんまりそのすごい仲のいい女の子がいたりとかっていうのはないかもしれない。何なんですかね、苦手意識みたいなのがあるんですか。なんか触れてはいけない存在みたいな感じで、すいません、
聞いたらごめんなさい。よく言われるんですけどね。なんでなんですかね、逆にね。ね、本当ね、モテないんですよね。モテない。あ、私もモテないって。あ、本当。そう、本当モテないっていうのを前回の一人芝居で。あ、そうなんですか。はい。モテないテーマがモテない。そう、エアデートっていうタイトルで。あ、すごい悲しいタイトル。はい。デートして、で。まあ、女の子の存在を一回否定して、でもやっぱり認めて、で最後くっついて、で暗転して明転したら妖精になってるっていう。あ、結局ダメだった。ダメだっていうところで終わるっていうあれだった、うん、それの続編がエアデートその後っていうんですけども、それが YouTube にアップされてますので、はい、よろしければ。エアデートその後。そうですね、まあエアデートで検索した方が、はい、はい、芝居はいつからやられてるんですか。そうですね、一応、はい、専門学校が、そういう専門学校だったんですよ、はいはいはい、演劇俳優コースっていう。それで卒業してから一回劇団に所属して、はい、2年ぐらい勉強して、その後フリーでわーってやってて、今手の部屋に、おととしに入団しました。おととし、はい、なるほど。いや一緒ぐらいですかね、キャリー、キャリアというか、始めた時に。まあ、始めたのが、まあ本格的に始めたのが20歳の時なので、まあ7年ぐらいですかね、なので、はい、ただね、なかなかね、うまくならないんで切ないなと思って。でも一人芝居がね、ヒゲハルなんか全然面白いこと喋れなくて。あ、いや、すいません、こちらもすいません、本当にすいません。私のことを選んでくださったのは何でしょう。あ、ちょっとお話ししてみたい。いやいや、全員そう思ったんですけども、なんだろう、いや、ちょっと、いや、嫌な意味じゃとかじゃないんですけど、一番話しやすそうだなと。あ、本当ですか。はい、そうですね、はい、そう、がっついた感じ、ちょっとね、うん、これはそう、楽しいんだが。結構喋りましたよ。あ、そうですね、喋りましたね、はい、ありがとうございました。笑顔がいいですね。どういう風に今話は進んでました。全然、まあ途中までそこで聞いてたんですけど。全然、自己紹介みたいな。すいません、当たり障りもない話。いいえ、とんでもない。いや、ね、すごい意向ですよ、田淵君。僕すごい好きなんですね。いや、そう好きです。いやね、まあよかったら、先の野村さんもそうでしたけど、まずちょっと相談相手にもね、振ってあげて、うん、いや、そんなね、もうなんか恋愛とかじゃなくていいですよ。とりあえずはその女の子いっぱいね、知り合い作って。そうですね、うん、はい、そう、友達作って、相談ってあげてっていうところから。そう、女の子友達がね、まず欲しいんですよ、たくさん、たくさんというか、まあ、うん、そうね、気軽に話をできるね、そうそう、ここがいたらいい。全友達になってくる。じゃあちょっと今ここ公開でちょっと連絡先交換とかしちゃいなよ。私名刺あります。あ、名刺で、はい、お、ぜひ連絡してください。あ、はい、連絡してください。川上愛さん。愛ってめぐみなんですよ。あ、めぐみさん。愛と書いてめぐみ。めぐみと読みます。パパはニュースキャスターじゃないですか。みんなで言われてるんですよ。多分お父さんがつけたんで、多分お父さんが見てたんですよ、ね、お父さんニュースキャスター。お父さん普通の人です。あー、田村正和じゃないか。ちょっと世代の話でしたけど、ちょっとじゃあまた連絡をして、はい、後でつく連絡させていただきます。
はい、仲良くなっていってください。はい、はい、田淵くん、長い間ごめんね、ありがとう。あ、いやいやいや、ありがとうございます。すいません、なんか本当に僕の中で、いや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 、でもずっと見てくれてる人もいたから、うん、ありがとうございます。お、あ、増えてる、ありがとうございます。すごいですね、なんか、ね、すごいですね。いや、でも今日話した中では多分一番タイプかもしれないですよね。年下で、そうそうそう、ガッツかなくて、先のね、あそこの肉食獣みたいにガッツかなくて。そうですね、ちょっとねえ、ねえ、ちょっと行き過ぎじゃねえかなと思って。いや、いや、うんうん、ね、いや、話してみたいんですけど。あ、思いますか。あ、でも、あ、その場合もちょっとね、心が途中で折れそうな。あ、もうじゃあセコンドつきますよ、ね。待て待てっつってやりすぎだっつって、うんね、いや、その点ちゃんと分かってはるから、うん、そう、やっぱね、友達みたい、友達が欲しい。何でも話してください。あ、はい、ありがとうございます。もうとりあえず日食見てるぐらいからこうね、会話できるぐらい。明日朝、あ、明日朝ですね。すぐ連絡すんだぞ。あ、はい、そうですね、うん、そうですね。まあ、じゃあこんな感じで田淵くんの思いのコーナー終了しましょうね。はい、すみません、ありがとうございました。本当に最後3年ですけども、ありがとうございました。打ち上げもそろそろ終了になります。ありがとうございました。